どうも誠です。今日はね、ここフィリピンマニラのトンド地区に来てます。イエーイ。トンド地区のスモーキーマウンテンに来てます。見てもらったら分かるように、ダンス？イエーイ。ということでカメラ好きが多くてね、オープニングもねなかなか撮れないんだけど、ジャパンジャパン。おすごいすごいすごい。このスモーキーマウンテンね、今はあるのかないのか分かんないけど、ゴミ処理場がない時代からもうずっとフィリピン中のゴミをここに集められてる場所で、もうそのゴミが普通の山になっちゃってる場所なんだけど、このスモーキーマウンテンとね、この向かいに貧困層の人たちが住むようなアパートメントがあるんで、様子この辺エリアの様子を撮っていきたいと思ってるんで、最後までぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。みんな入ってきちゃって撮れないんで、早速スモーキーマウンテン行ってみよう。今日はあいにくの雨なんだけど、グラブタクシー待ってます。 Thank you。急速な都市化と経済成長が進むフィリピン、ゴミ処理インフラを整えるには財政面や技術的な問題があり、焼却処分への転換を見合わせ、1986年から30年以上にわたりオープンダンピング法、つまりただゴミを捨てるだけの方法を取ってきた。十分な処理や管理が行われていないため、大量のハエが飛び交い強烈な匂いが漂う。そのためコレラやマラリア、腸チフスなどの疫病が蔓延した。フィリピン政府はこの山を国家の恥として、1994年からここへのゴミ廃棄を禁止、スモーキーマウンテンは閉鎖され土で埋め立てられた。しかし汚染された土壌で暮らす人々の生活や貧困問題などは未だ解決されていない。この山の周りを散策します。すげえな。This garbage after? Oh, and recycle. Recycle? Yeah. さっき積んでたところだ。で、こんな感じでプレハブの商店みたいな。で、How are you, my friend?How are you, my friends? Yeah, good. You? You good? You good, you good. I like your tattoo. Tattoo shop? Really? The tattoo yarn.Thank you so much.
この山の周りにこういうアパートがめっちゃ建ってて、まあ、貧困の人たちが住むようなアパートって感じ。この辺見るとやっぱゴミが積み重なって山になったんだなっていうのがすげえわかる。ゴミ収集するけど、ゴミ収集車が通ったかなぐらいの匂いな感じだね。あ、ここはすごいな。土じゃなくてゴミだなっていうのがすげえわかる。マコト。マコト。うん。What's your name? Prince. Prince. My cousin. Oh. Justin. Justin. Cool. What's your name? Hey, what's your name? I'm going to call. Where the entrance? Over there. Over there. Thank you. Bye. Bye. Hi. Hi. かわいい。はい。キャッチャーのプレイ。メイ。What's up, man? What's up, man? I'm a Filipina. Yeah, yeah, yeah. ノリがヒップホップだね。What? Entrance? Mountain? Mountain. Okay? Okay. Thank you. Let's go. Follow me. Follow me. Follow me.案内してくれるみたい。イエーイ。マジでゴミ。すげえ。普通になんか本当山道って感じだね。ここスモーキーマウンテンはね、フィリピンのマニラ市のトンドっていう地区にある巨大なゴミ山なんだけど、おワンちゃん。積み上げられた生ゴミが日光と化学反応して自然発火しちゃう。で、煙が常に出てたことからスモーキーマウンテンって呼ばれてるらしいんだけど、本当にひたすらゴミと土が混ざって山になった。結構高いよ。1990年代はここに2万1000人以上の人が住んでたらしい。今は多分そんなに住んでないのかな。あ、すげえ、村に来た。フィリピン内で発行される地図にはここの場所と名前が載ってないらしくて、地図から消されたとか忘れられたスラムみたいな感じで呼ばれてたりするということで、彼らに案内されて山の奥まで入ってきた。今日曇ってるけどやっぱ山とか登ると暑いな。湿気がすごいからすぐに汗かく。わあ、向こうはなんだ、港みたいになっててコンテナがいっぱいあるんだよね。なんか燃えてる匂いする。スモーキーマウンテン。スモーキーマウンテン。Yeah. We are Smoky Mountain. マジで燃えてます。黙々だよ。すごいな。普通に沖縄にもありそうな集落って感じだね。大神島とかにあったような。ハロー。どうどう。スモーキーマウンテン閉鎖後、住民は政府が用意した仮設住宅へと移住した。相場よりもだいぶ安い家賃が設定されたが、スラムで生活してきた住人にとっては決して安いとは言えないレベルであった。多くの住人は家賃を払えず、再び新たな掘ったて小屋が次々と現れ、この地域一帯が再びスモーキーマウンテンとして知られるようになった。すげえな、裸足で走ってる子もいるんだ。おお、すげえ、街が見えるビューポイントに来たっぽい。原始的な洗濯方法。おーおー、いや電線すご。お店もそれなりにあって、サリサリストアだっけ。おーすげえ、うわすご、全部これがゴミなんだよ。このビルの高さと同じぐらいのゴミ山。
燃えてるね。すげえ。もうほんとこれ全部ゴミだね。結構危ない、ね、おお。すげえ。Can I come in? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Dinner. えっ、This is your business. ここに出てくるんだ。Your team? Yes. Your team? Yes, my team. Team member? Yes. Team member? Yes. Oh, how many people gangs? 80. 80, 100. Wow. Building 6, building 7. Building 6, building 7. 7. Yes. Oh. Where are the leader? Leader. No.No. No. Six, seven. でもなんか中の人たちはちょっと危なそうな雰囲気だけどね。So dangerous gang? No. Make love. Make love. Nice. Oh, you love. Oh, thank you. Hey, thank you. Hey, man. Really? Yeah. Show me. Java. I see only. Not shit. Oh, no shit. See. It's a good shit. Illegal. Nah. Illegal. Okay. I know. No. In Japan, illegal. Illegal. Thank you. Empty.なんかさっきの少年たちがここは67ギャングのエリアだぞみたいな感じで教えてくれて、フィリピンでは普通にマリファナも違法なんだけど、なんかさっき持ってたね結構厳しく取り締まられてるっぽいけど、こうパッと見た感じアメリカみたいにこう薬物でおかしくなっちゃってる感じの人は全然見受けられないけど、一応全く出回ってないっていうわけではなさそうだ。えっくいねーこれマジで、相当汚染されてる水で、アパートの間の道にめっちゃゴミ捨てられててハエがやばい。えっくー、すげえ場所。こっちがスモーキーマウンテンで、でその向かいにあるアパートなんだけど、衝撃だね。What is this? Thank you. House. Your house. Wow, house.
マステイコネームバルエビと、はい、お邪魔します。Hey, what's up? My kitchen. すごいね。トイレ。痛い。窓からの景色。やばい。めっちゃ笑ってんじゃん。めっちゃ怖。ああ、なんだそれ。